皆さん今期のアニメは見ていますか？お気に入りは見つかったでしょうか？もちろん今期もあります。 TL ティーンズラブ枠、前期に放送された TL 枠女子オチはそれなりに楽しめたのですが、 TL ではなかったのが残念。しかし今期は王道の TL アニメに戻ったようなので一安心です。前期に放送された TL 枠女子オチはそれなりに楽しめたのですが、 TL ではなかったのが残念。しかし今期は王道の TL アニメに戻ったようなので一安心です。早速見ていきましょう。エピソード1、カプセルホテルで感じる上司の対応。今回舞台となるのはデザイン事務所内での男女の話。主人公は相沢みのり22歳、服飾デザイン事務所勤務の新人デザイナーさん。お相手は畑野明彦27歳、みのりの上司。とっても設定が TL らしい。まさにオフィスラブが炸裂しそうな予感がします。ある日の飲み会で犬猿の仲の上司である畑野と言い争いになるみのり。解放してくれた畑野と共に近場のカプセルホテルに泊まることになります。少女漫画やドラマでよくあるシーンです。ちなみになぜかみのりをおんぶしながら畑野がカプセルホテルを探すという展開。もうここでおかしい。街中でこんな光景を私は見たことがありません。個人的にはカプセルホテルでもいきなり一緒に泊まるのは上司としては失格です。セクハラで訴えられますよ。みのりの部屋にはすでに誰かが寝ています。そんなハプニングがあり、仕方なくみのりは畑野の部屋に入ります。そんなことがあったらフロントに連絡して従業員を呼んでください。そうこうなったらもうほぼ野獣化する上司は部下に襲いかかるわけです。ちょっとやりすぎじゃないでしょうか。エピソード1あらすじ。服飾デザイン会社の打ち上げで犬猿の仲の上司畑野との毎度の口論を繰り広げる新人みのり。酔いつぶれて終電を逃してしまったみのりは、解放のため残った畑野の提案で近場のカプセルホテルに泊まることに。ところがハプニングから部屋が使えなくなってしまい、見かねた畑野に、じゃあヘリップ、俺の部屋来るヘリップと誘われて、ヘリップ意識なんてするはずないヘリップ、そう思ってたのに、狭いカプセルホテル内で触れる肌と垣間見せる異性の顔に胸の高鳴りが抑えられず、ヘリップ口づけから長い一夜が始まる。エピソード2、微熱伝わる試着室。さて朝になってカプセルホテルの部屋には畑野の姿はなく、一人ぼっちのみのりちゃん。そもそもカプセルの間取りがおかしいと思いませんか？一般的なカプセルホテルの間取りは、一人が寝るのにやっとのはずなのに、二人で寝ることができ、さらに相手を起こさないで部屋を出るなんて、よっぽど広い間取りなのでしょうか。ほぼワンルーム並みです。出勤したら畑野はそ知らぬ顔でいます。それも服は着替え済み。みのりもいつの間にか着替えています。いつ帰ったんでしょうか。顔を合わせるといきなり、用意できたら衣装部屋に来いという発言。
この後の展開は想像ができます。衣装部屋で二人きり、試着をしろと言われ、ドレスを試着してみるみのり。このデザイン胸開きだと思いませんか？まさにポロリもあるよが実現できそうです。今日も我慢できなくなった。畑野はみのりと XXX タイム。朝からごちそうさまです。お二人さん、次回はカプセルホテルに行くのでしょうか？それともホテルは最初だけなのでしょうか？次回も楽しそうだ。2あらすじ。カプセルホテルでの一夜が明け、デザイン事務所に出勤したみのり。職場で顔を合わせるなり畑野に呼び出され、衣装部屋でみのり自身でデザインしたドレスの試着をすることに。ところがファスナーが引っかかって身動きが取れず、助けを求めるのだが、ドレスが抜けかけの無防備な姿を見た畑野に、俺のこと誘ってるヘリップと迫られて、一人用の狭い試着室内、密着した肌と唇が触れ合いヘリップも宇多田の上司と部下には戻れないヘリップ。今回舞台となるのはデザイン事務所内での男女の話。主人公は相沢みのり22歳、服飾デザイン事務所勤務の新人デザイナーさん。お相手は畑野明彦27歳、みのりの上司。とっても設定が TL らしい。まさにオフィスラブが炸裂しそうな予感がします。飲み会で犬猿の中の上司である畑野と言い争いになるみのり。解放してくれた畑野と共に近場のカプセルホテルに泊まることになります。少女漫画やドラマでよくあるシーンです。ちなみになぜかみのりをおんぶしながら畑野がカプセルホテルを探すという展開。もうここでおかしい。街中でこんな光景を私は見たことがありません。個人的にはカプセルホテルでもいきなり一緒に泊まるのは上司としては失格です。セクハラで訴えられますよ。みのりの部屋にはすでに誰かが寝ています。そんなハプニングがあり、仕方なくみのりは畑野の部屋に入ります。そんなことがあったらフロントに連絡して従業員を呼んでください。そう、こうなったらもうほぼ野獣化する上司は部下に襲いかかるわけです。今回の作品ではムフフシーン自体はそのままに、見せちゃいけない部分だけ白い光が入ります。最大 70% ほど光が覆うシーンもあり、あれ自分の目がおかしくなったのかと思うほどです。ちょっとやりすぎじゃないでしょうか。服飾デザイン会社の打ち上げで、犬猿の中の上司、畑野との毎度の口論を繰り広げる新人、みのり。酔いつぶれて終電を逃してしまったみのりは、解放のため残った畑野の提案で近場のカプセルホテルに泊まることに。朝になってカプセルホテルの部屋には畑野の姿はなく、一人ぼっちのみのりちゃん。そもそもカプセルの間取りがおかしいと思いませんか？一般的なカプセルホテルの間取りは一人が寝るのにやっとのはずなのに、二人で寝ることができ、さらに相手を起こさないで部屋を出るなんて、よっぽど広い間取りなのでしょうか。ほぼワンルーム並みです。出勤したら、畑野はそ知らぬ顔でいます。それも服は着替え済み。みのりもいつの間にか着替えています。いつ帰ったんでしょうか。
顔を合わせるといきなり、用意できたら衣装部屋に来いという発言。この後の展開は想像ができます。今日も我慢できなくなった。波多野はみのりと XXX タイム。ごちそうさまです。お二人さん、次回はカプセルホテルに行くのでしょうか？それともホテルは最初だけなのでしょうか？次回も楽しみに待ちたいと思います。カプセルホテルでの一夜が明け、デザイン事務所に出勤したみのり。職場で顔を合わせるなり波多野に呼び出され、衣装部屋でみのり自身でデザインしたドレスの試着をすることに。ところが、ファスナーが引っかかって身動きが取れず、助けを求めるのだが、ドレスが抜けかけの無防備な姿を見た波多野に、俺のこと、誘ってるヘリップ。と迫られて、一人用の狭い試着室内、密着した肌と唇が触れ合いヘリップも歌だの、上司と部下には戻れないヘリップ。